まず私どもイケアジャパンでは、世界で一番大切な人たちは子どもたちということで、もうずっと、イケアが始まって、ね、同じカンパニーメッセージを言っております。それでこの震災の時に、まずは何をやらなきゃいけないかなという時に、保育所をまず素敵な楽しいところにして、毎日の生活の中でちょっとっとでもワクワクするようなところに保育所をして、毎日の生活を健やかに育ってほしいなというところをまず見たんですね。ということで、まずは保育所の、このような家具を入れていただくことで、この場合は仮園舎ですけども、仮設の中でも楽しい空間、それを私たちの方でできるのがまずは支援の一つかなと思いまして、家具支援をしております。今まではですね、まだ、ここが2カ所目となります。ただ今回が初めて全室家具支援になりまして、この後、2カ所程度今は交渉中で、おそらく実施になると必要なものを必要なニーズでお答えしたいということをいつも努めてますので、あちらでニーズが分かった状態で、やはりそれよりももっと膨らました、私たちはもっとこのくらいできますよということで、今回のもうニーズのボリュームといいますか、やるボリューム、これを調整してやっております。今回はですね、ここに搬入してから3日間組み立て日ということで、やってはいるんですけど、3日と思ったんですけど、ちょっと3日じゃ収まらずこのあとおそらく1日ぐらい追加をして計4日ぐらいで、実はこれを組み立てをしました後も、実際に子どもさんが入られて解消した後、フォローアップという形できちんと、使われているか、必要なものを持ってないかということで入るので、延べだいたい3週間ぐらいのペースで見てます。特に子ども商品に関しましては、化学物質というものに関して非常に私たちもシビアに捉えています。実はスウェーデンにラボがありまして、そちらでこちらが子どもにとって有害であるか、無害というあたりですけれども、有害ではないかどうかのテストは、実は何度も何度もなく繰り返してますよね。なので本当に安全に関しては太鼓判といいますか、こちらで使っていただいても申し分ないようなものにしてます。はい、イケアジャパンでは、被災地の皆様のニーズにお応えすべく、これからも家具支援を行っていきたいと思っております。被災地にて保育所などを中心に、家具をご支援のニーズがある皆様いらっしゃいましたら、ぜひお声掛けください。こちらの方で、少し検討もいたしますが、なるべく皆様のニーズに添えるよう、これから頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。